話し始めたらまあまあね止まらん。いやもうしましょうしましょう。いかがでしたその今回池田さん。相変わらず通常コワールドむき出しの映画やなと。もうとにかく常識がないと。違う間違えた常識外れ常識がないでもなんかちょっとあそこポツンとしてるの寂しいよ。もうちょっとこっち来てください。こっち一緒に常識がないって言った瞬間アツイさんじゃなくて、ね、高橋さんが突っ込んでほしいところ、はい、あでもいつも通りいい、ね、あれいつも平常運行平常運行です。じゃあこの平常運行ぶりちょっと監督の方から、なんでしょうね、これ自主映画なんですよね、はい、そうですね、自主で、はい、またちょっとスポンサーつけて作った映画とは違くて、まあ、自主映画だったので、まあ好きなようにやろうかなと思って一緒にやってたね、ずっとね。そうですね、うん、やりたい放題でしたね。いや、ていうのは、自分は2作目ってさっき言いましたけどジャッジメントの時、その前のやつはジャッジメントっていう映画で、それは今、まあ、ツタヤにもまだ並んでるんですけど、それはスポンサーがねついてて、辻岡正人はもう本当に監督で脚本も全部決まってるので、メガホン取るだけって感じだったので、全然辻岡ワールドって感じじゃなかったんですね。自分も演者俳優としてやってて、こう結構簡単に OKOK って簡単に OK が出てたんで、あこんな感じに辻岡監督が撮るのかなと思いながらブラックルームの撮影に入ったら、なかなかホッケが出ないんですね。もうほんまになんか細部にわたるまでポーズ立ち位置全てもうリテイクって形で、もうほんと一場面を撮るのに何時間もかけて撮ってたので、その辺が今回の映画はね、ザ・辻岡ワールド台本通り。台本ない。うまいこと言えたね。うまいこと言えたね。珍しく。あんまそんな池田さんを見たくないです。いや。あんまそんな池田さん。いやこれあまりにも流暢に喋ってるから台本があると思われて困るなと思って。じゃあプロデューサーと監督の出会いも、はい、そんなに長くないですかね。そう。そのジャッジメントっていう、はい、そうですね、映画の時堀越のり主演で、はい、ガツイ島さんとか出てもらった。ワンシチュエーションもののサスペンスみたいな作品がこの映画の1個前に撮ったんですよ、はい、その時にこのあずいくんが助監督で来たの、ね、助監督で、はい、全然その時交流がなくて、あ交流なかったんです。全然なかったんですよ、ね、はい、初対面という、初対面で友達で知り合いとか、はい、あ違う、へー、飛び込みで行って、ね、でも全然もう距離が遠くて、そうですね、ほとんどもう現場では喋ってもないし、はい、いたことすらもう分かんなかったぐらい、本当に心閉ざしてたし、ね、いや違う違う、もう閉ざしてた、全然がいるっていうことも分かんなかった。結構まさと辻岡監督みんなに心閉ざしてた、閉ざしてない開いてるでしょ、めちゃくちゃオープン開いててでそれでブラックルーム作りますっていう風に手を挙げた時に、いや私やりたいんですって言って、そうですね、あでそれでちょっとプロデューサーやってくれって言ってやってくれるね、はい、それからですね、そうです、ジャッジメントから、うん、はい、その時もね、ジャッジメントの時を俺、ね、そうですよ、お二人とちょっと同じ時に、あそう、はい、初対面でキャスティングをね、はい、マストっていうかスポンサーの方から頼まれて、うん、はいはい、で堀越のりさんだとかガッツさんだとかすごいこういう人たちをキャスティングさせられそう、堀越のりさんの時とかね結構大変だったじゃないですか、ジャッジメント。ああ、ごめん。ジャッジメントもいいの。ジャッジメントもいいの。ブラックルームです。ブラックルーム。はいはい。そう。でも今回のねキャスティングも割合バラエティで。そうですね。はい。すごいいろいろ。その辺はどちらのプロデューサーなんですかね。監督なんですか。まあちょっと相談しながら、はい、うん、決めていって、まあ、あとね辻岡さん役者もやってらっしゃるので、はい、人脈もすごく広くて。そういう教えの人たちも出ていただきながら、すごいなのでね、皆さんの力があってのブラックルームですね、本当に。そう、映画監督の人結構出てるんですね、今回の作品、はいはい、手塚誠、手塚治虫さんの息子さんとか、はい、相澤京子さん、小沼雄一さんとか、うん、あと
鈴木太一、松本潤平、結構映画監督の人が出てる中でディレクトしていくって恥ずかしいですよやっぱ、うん、めちゃくちゃやっぱ恥ずかしいわけですよ。そう皆さんこう演じてがいて、あこうしてくださいこうしてくださいこうしてくださいで、こっちでカメラ撮って、いやそれ違うんですっていうのがプロの監督の前で演出をするプロの、はい、それもめちゃくちゃやっぱ緊張しましたね、うん、でもね相沢京子さんとか久々にねスクリーンで見れて、ね、相沢も行こう、うん、ありがたいんですけども、はい、びっくりしましたね。やっぱり辻岡監督でもやっぱ監督陣がいると緊張しちゃうんですよ。だからその監督する時ってもう自分の裸見られてる感じになるじゃないですか、うん、じゃあそのプロの人、プロの監督が来たとしたら、うん、辻岡監督はどういう演出をするんだろうっていうのをこうマジみんな見てるわけですよ、うん、そう見られながら演出するとやっぱプレッシャーになってきますよね。それは緊張しますやっぱり。真面目な話やな。いいところも悪いところも全部こう見られるっていうか、うん、現場の体制を、うん、どうですか今のマストトークで。いや本当にあのその当時あのね撮影の時はもうその前からちょっとこの日は本当勝負だなって言ってましたね、うん、緊張してましたね。私はあの三池田さんがあの出演されるそのシーンの日は本当緊張しました。なんでやねん、もうスターなのでもうスターなのね。ちょっと何元をねちょっとほんま殴りたい衝動が急に何か物質が走って、ね、なるまあシャドウとかで破産してシャドウでもシャドウちょっと見たいな。チャンピオンの どうしてくれるんですか。重い空気が早すぎて分からないですね。ということです。はい、どうしたんですか、はい、面白い話ないんですか。ああもういっぱいあるじゃないですか。何でしょう、撮影の話とかもう、うん、もう死ぬほどあるじゃないですか。カンヌ行った時面白かったよね。でもね、いや俺行ってへんから、行ってないからね、行ってないからねカンヌちょっと絡めるやつに絡めるやつ、絡めるやつ、はい、そうです。あのカンヌで思い出しましたけど、カンヌとね今回の上映版が少し違うと。ああそうなんですね。カンヌで上映した時120分ぐらいあった、ね、はい、ありましたね、はい、で上映して大体、10分20分ぐらいすると、うん、あの女性の方たちがなんかこうだんだんもぞもぞし始めるんです、うん、で30分40分経ってくると一人出ていきみたいな、うん、で結局出ていったんですか。120分終わって残ってるのは大体男性でブラボーみたいな感じになって客席見渡したら女の人がいないんで全然おかしいなと思って、その要するになんで女の人が消えたんだろうと思って外を出て行ったら本当に生えてる人とか気分悪くなったとか、うん、でそれちょっと迷ったんだよね。そうですね、どうしたらいいのかな、ちょっとねテストをもう少し柔らかく、もう少し、うん、もう少し男女年齢幅広く見れるテイストに編集をちょっとし直さなきゃなと思って、うん、日本公開版に90分まで尺を縮めたんです。あじゃあ縮めたところは結構エグいシーンばっかり縮めた。エグい場面ですね、言ってる言葉であったり言ってる映像とか、うんうん、そういう描写をちょっと削った感じ。あなるほど、ね、池田光政さんのシーンがカットされてたわけではない。そこではない、あの主に監禁部屋のシーンです。監禁部屋のシーンをちょっとまあ短くしたんですけど、まあ、そこすごいエグい場面がいっぱいあったので、めちゃめちゃ時間かけて撮ってましたね、まあ、そこね。あれはね、あ、いつもそんな感じなの、ね、いつもです。だってあの監禁ワンシーンだけで10時間ぐらいかけてなかったでしたっけ、うん、そんなもんですよ。そう、通常化テイスト。まあ、あの日はね、ちょっと本当は終電でね、あの池田さんたちも帰る予定だったのが、うん、始発頃、始発の時にやっと撮影開始ですねみたいなぐらいのね感じで、もうみんな変なテンションでね、はい、10時間待機みたいな。いや役者を待つのが仕事っていう言葉通り待ってばっかりでしょ、待ってばっかり。やっぱりここぞっていうのは後半戦を見ていただいたんですかね。どうなんですかね。前半もあれね、いろんな、なんだろう、あの結構海外の方ってこのスクリーンから出てくるものをそのまま感じてくれるというか、はい、でも結構なんか日本の方々だと理解しようとするっていう、うん、なんかこう大雑把に言えばそういうちょっと映画の見方が違うのかなと思うんですけど、はい、
なんか理解するっていうよりはもうとにかく感じてもらえたらありがたいなと思うんですよね。そうですね、感性で、ね、見る作品だと。そうですね、できればなんか理解しようしよう、どういうことなんだどういうことなんだっていうのを常に考え続けて見てもらえるよりはもうそこから出てくるものを感じてもらいたいですね。まあ、理解できるかどうかっていうのもね、この作品のね一つの見どころなんですよね。結構難しいですよね。難しく考えたら難しい。シンプルに考えたらきっとシンプルな答えが出てくると思います。敵が似合う人やったら、おー、グレート。分かんない、分かんない。分かんない。だから俺分からんかった。池田の苦労、この撮影の苦労は別にそんなに。あ、自分ですか。はい、ないですか。いや、もうとにかく、うん、あの辻岡監督はですね、まあ普段はあのミッチー・マサトってこう、まあ、まあ実は親友なんですけど、実は親友なんですけど、自分言うの恥ずかしいね、親友ですね、親友な、まあ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 なんですけど仲いいんですね、本当にもうプライベートで遊ぶぐらい。でも撮影に入ったらね、もう辻岡監督と一俳優って感じで、もうとにかく妥協ないんですよ。だからもういつもの感じで言ったらもうほんまに殴られそうな感じなんで、こっちもね、もう嫌悪なく、もう完璧に、まあ言葉は間違えるかもしれないけど、収集関係が出来上がるぐらいな、それぐらい厳しい。そうですね。もう監禁されてるみたいな感じ。うん、うまい、今、映画の通り、映画通りに監禁されてるね、撮影の時は。そんな感じだね。決断、決断。自分が分からない。あ、そっか。ねえ、アズイさんね。まあ、やっぱり普段と全く違いますね。撮影の監督はね、人格変わるじゃないですか。人格変わってますし、もうあの苦悩されてますね。もうまあやっぱり常に悩み続けて、そうですね、常に悩んで悩んでるやん、常に悩み続けてるね。ああ、なんか今回すごいすごいなんか落ちてたらしいよね。落ちてた、なんか俺もう持たないかもしれないみたいな、それぐらいブラックルームの、いや忘れたね。 それはもう5年前撮影したものだから、はい、うん、あ、うん、ね、細かいことまでは覚えてないよ確かに。そっか、撮影時のことは覚えてるん俺ばっか、まあ、俺何持ってんのかな、いやいやなことないけど、でも全然ね、今の雰囲気と多分スクリーンを見ると雰囲気が、まあ、違う、ね、全然違う、全然違いますよ、ね、全然違いますよ、その差を見ていただきたいなという、作品ごとにすごい渋いなと思っておりますが、ありがとうございます壁、ね、を早くを目指していただきたいなと思いますね、はい、ほんまにね、あずさん、はい、辻岡マストは、はい、ほんまにある意味天才っすよね、はい、まあ、頭おかしい、そうですね、はい、それは、はい、ね、おかしくない、自分の世界をね、ほんまにもう、もう演技見たらもう、あ、普通の人間はできひんなと、脳みそちょっと何本かネジ外れてるぐらいな、外してるんかもしれない、外してんやろね、もう、うん、だからある意味、ある意味じゃない、ほんまに天才、ね、私より彼の方がちょっとイカれてる、彼の実際本当にノーマルにイカれてるじゃない、彼は本当におかしいよ、日常イカれてるじゃない、日常から、ちゃうちゃうちゃう日常まとめまとめですよね、本当にね、ね、あ、でもやっぱ今回の、まあ、辻岡監督もよく言ってますけど、やっぱアズイプロデューサーあっての、まあ、いたから完成できた、そうですね、やっぱり彼の力がもうすごく大きくてですね、やっぱりいないと、まあ、二人三脚でずっとやってきてるので、いないとやっぱちょっとできないことがたくさんある。あ、そうです、ね、で今回の、ね、公開に関して我々いろいろね、そうですね、まあ、配給関係のことも宣伝関係のことも、まあ、いろいろ、はい、こちらの、ね、仕切って劇場とかもやってくださって、ね、まあ、映画はね、あの皆さんの力がないとちょっと作れないものですから ね、うん、私だけじゃなくて、ね、そういうモード、いや、なんか 今誰が喋ってんのかなと思って、もともと砕けようよっつってたじゃん、なんか砕けましょうか、大阪の時は、うん、まあ、カンヌ行った時はちょっとね、あのこれちょっとあの池田さん、あの少しだけカンヌ行った時の最終日なんですけれども、あのえ、トラウマ、あのみんなでこう電車で最寄りの空港に
向かう電車に乗っていて、でその空港の最寄り駅についてあの皆さん降りる、そしたらの監督はあたふたしてもう急いでその列車の閉まりかけのとこに走ってで閉まってしまってドアが、でもしかして財布がっていうね、財布をそんなことあったんすか。財布をね、隠されたまあまあこれもちょっと恥ずかしい話なんですけど、そのニース空港っていうところに行く電車にトイレがあるんですね。電車の中にトイレがあるんです。どうしてもこううんこしたくなってあのここに財布を入れてる癖があったんですよ、そこで。こう電車の中のトイレに入って、まあ、こう座るじゃないですか。で座ると財布が落ちるかもしれないから、この財布をトイレの棚のところ置いてたの。で棚のところ置いて、まあ、用を催してさあ終わったと思って財布をここに置いてるのをてっきり忘れて、そうですね、トイレを出て行って、トイレから戻ってきた時の監督の満足げなそれを思い出すと、もう そんなことがあったのかとでそれで、まあ、電車到着してあのホームに出て、まあ、何気なくこう、まあ、入ってるだろうなと思ったらないと思っておでもう電車ティルルルルルってなってるんですよ。でもしかしたら座席に忘れてるかもしれないと思ってバーって入って座席見たら財布がないから、でも今ここで閉まって阿部君たちと離れると俺英語が喋れない。だから一人取り残されて、うん、電車でみんなと違う行動するのが怖かったからもう財布ないの分かってるけど急いでまた出てきて、あーそうそうそう阿部君って財布がないんだけどってそれがもう最終今でもトラウマですね。でスタッフみんなのその旅費帰りの飛行機代を私がバスになってしまったりとかもうあの缶の帰りの、ね、辻岡さんといったらもう前を向いてなかったですよ、ほとんど下ばっかり見ててあもうそれが一番の思い出、缶の缶楽しかった楽しかったはずなんですけどね最後がもう最悪な、だってレッドカーペット歩いたんですよね、2人だけいっぱいいましたよ、ハリウッドスター。かった、はい、声かけたすごい、もう街ぐるみのあの、なんていうんですかね、お祭り、映画祭でも規模がすごいですし、でも SP の人たちも常にこうついてくださって、なんかもうすごかったよね。すごかったですね、本当に。綺麗な空気も綺麗くて、あのすごい綺麗、な姉ちゃんとかそっちに考えたでしょ、ね、今ょ、ね、なんで自分のイメージ保とうとしてるんですか、ね、もっと壊れた方がいいよ、もうね、壊れた方がいい、壊れましょうかね、壊れましょうね、壊れましょう。まあ綺麗な姉ちゃんのケツばっか見てましたよじゃあじゃあそうっすよね見てないそれこそあずい、それはあの私たちだけじゃないですかね、あの私だけじゃないですけど、カンヌでそのこうやってチラシをね、あの配って一生懸命、他のはい私はそんなしてないんですけど、映画祭のその現地で配って、辻岡さんももうあの配ってボンジュールっつって結構あのそう、それでなんかあのチラシとか配ってて、あのフランスのメディアにテレビ局に取り上げられたんですよ。でこれもまたカンヌで最悪な話がありまして、あの最悪な話途中2日目ぐらいに電車乗って、うん、まあ、みんなでちょっと遠方の方あの遊びに行こうかって遊びに行ったら終電逃したんですそうですね、で終電逃して、うん、どうやってホテルまで帰ったらいいのかっていうのを、もうタクシーとかもなかったよね。そうですね、タクシーもない、ね、基本的に。で電車もないで帰れない、どうしたらいいか、うん、もうヒッチハイクするしかないの、うん、ヒッチハイクやったん。でそれで紙にあのホテルの、ね、ホテルの地名を書いて、もうこうやって持って立ってたの私が。しかもその場所があのなんかもう暗がない、もうなんか街灯もないようなところで一人こうやってて、で車に引き殺されそうなんですよ、持ってて、そう、またあのね、ゴミ車やったですからね、ゴミは思われたんかなっていうのね、二人あのもう一人ねめっちゃ笑ってて引き殺されそうな、そう、ほんま一言やね、爆笑してて。危険なところはアズイさんみたいなね。でもねそれが
4代目、4代目で泊まってくれて、うん、で泊まってくれたんですか。泊まってくれて、あのたまたまそのブラジル人の方だったんですけど、がその家が近いの乗っていけよということで受け入れてくれて、すごいね、やってみるもんだなと。すごい、そういうことがね、カンヌはありましたね。ね、そのね、カンヌで我々を振りまいた作品をね、そろそろ締め終わっとします、ね、今終電の話が出ましたけど、皆さん終電に間に合わせて、そうですね、ブラックルームを見ていただいてね、なんか面白い発言はないですか、ね、ここでまた一発かましといた方がいいんじゃないですか無茶ぶりのなんかこう ありがとうございます、ありがとうございます、マンハッタン、マンハッタン、ごめんね。写真何、はい、いますか。さっき写真いますか。最後のメッセージ、どちらがいいですか。はい、写真で。じゃあ写真。はい。では写真の方、先に。ちょっと写真で。このままでいいですか。はい、大丈夫ですか。皆さんもう撮っていただきました。撮っていただきましたでしょうか。はい。今またよければ撮ってください。写真を。今日は基本的に撮っていただきますと、ツイートとか、はい、Facebook とかに上げていただいて。宣伝をお願いしたいと思います。発言、はい、炎上全顔ね、顔映さないでしょ、写真上げていただいて、はい、本日から1週間ね、はい、こちら梅田ブルックセブンの方で上映になりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います、はい、で京都は来週10月3日からですね、はい、京都の方になりますので、この辺も合わせてお願いします。じゃあ皆さんにメッセージを最後に送りましょうか。はい、うん、どなたか行きましょうか、はい、メッセージを、本当にね、今日は来ていただいてありがとうございます。愛してる、愛してる、ありがとうございます。これからもあのね、まあ、今回カンヌ、ね、あの負けてるんですけれども、世界三大映画祭、出していって、いずれはグランプリ取れるようにちょっと頑張っていきながらやっていきますので、今後ともね、皆様よろしくお願いいたします。皆さん遅い時間にありがとうございました、まあ、この映画、まあ、監禁監禁みたいな感じになってますけど、まあ、監禁がどうこうっていうことではなくてですね、まあ、人を愛するっていうことはこれほど人間を狂わせてしまうんだっていう狂気であったりとか、あのその恐ろしさを受ける方、発する方、まあ、そういう視点でまあ感じてもらえたらいいかなとか、なんかバイオレンスが気持ち悪いとか監禁がえぐいとか、なんかそういう見方ではなくて、本当こう人をとてもこう好きになっていく人の壊れていく様であったりとか、なんかそういうところに照準を合わせて見ていただけたら嬉しいかなと思ってますね。まあどうしよう、どうしましょうね、はい、池田さん、そうですね、まあ、ボクシングではちょっとまあ目を痛めて日本チャンピオン止まりだったんですけど、芸能界では世界チャンピオンになるぞっていう意気込みで今あのチャレンジしてるんですが、そこで世界に照準を合わせている通常監督と出会ってですね、そしてそれに追随して安住プロデューサーと知り合いですね、この3名でですね、あの世界チャンピオンっていうことをあのはっきり言って明確なビジョンになりましたので、このブラックルームをきっかけにしてですね、あの世界へ乗り込んでいきたいと思いますので、これから、いっぱい応援よろしくお願いします。はい、ではそれでよろしいでしょうかね、はいはいはい、では皆さんゆっくり見ていただきたいと思います。舞台挨拶ですね、池田さん、そして安住プロデューサー、辻岡監督でした。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。まあ、ちなみにあの高橋さんという方はですね、いろいろあの関西関係、まあ大阪公開、京都公開に関していろいろちょっと宣伝をご協力くださってまして、ありがとうございます。いろいろ映画評論家としても関西の方で活躍されていらっしゃいます。ありがとうございます。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
実際上映時間は90分となっておりますので、予定ではですね